5月6日は、グレゴリオ歴で年始から126日目にあたり、年末までは、あと239日ある。カール5世の軍勢による、ローマ略奪。正規ルネサンスに終止不入ディール政策の柱、公共事業促進局発足。ローム社のみならず芸術家も雇用した、ドイツの大型飛行船、ヒンデンブルク号爆発事故ジャコバン派の指導者、マクシミリアン・ロベスピエール。 精神分析学者、ジークムントフロイト。ドイツ表現派の画家、エルンストルートビヒキルヒナー。画像は、マルゼラ、ブルバキの中心人物、数学者、アンドレベイユ第73代イギリス首相、トニー・ブレア・コロンビア建国の父、軍人、政治家、フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデル没近代地理学の祖、博物学者、探検家、アレクサンダー・フォン・フンボルト・ボツ。 オズの魔法使いの作者、ライマン・フランク・ボーム・没象徴主義の劇作家、モーリス・メーテル・リンク没・ボツ。立家、画像はツツジ。ありがとうございます。